い、ありがとうございます。こういったソロギターと呼ばれるジャンルで、ライブ活動してましたけど、本当に2年ぐらい前からですね、コロナの影響で全然ライブができなくて、でそれまではね、年間 4,50 本はライブしてたんですけど、今年まだ 7,8 本目ぐらいですかね、全然ライブやってなくて、人前に立つ感覚というのを忘れて、ちょっと緊張してしながらやってる。はい、次の曲はですね、もう夏も全然ライブできなかったんで、僕のオリジナル曲で、サマービートという夏の曲を。でした、サマーズ。そろそろね、クリスマスも近いんで、ちょっと暗い曲ですけど、戦場のメリークリスマス。
ええ、全然飲めるようにしてます。YouTube とかもやってまして、で、あと、あ、中村さん、あっこに置いて、 YouTube とかもやってるんですけど、ギターよりもメダカを飼うことにむちゃくちゃハマってまして、で、メダカの動画ばっかりアップしてます。ギターはちょこちょことアップしてますけど、よかったらね、丸、ひらがなで丸、カタカナギターで検索しても出てこないんですけど、丸、カタカナメダカと検索すれば上の方に出てきます。次の曲はですね、つい最近まで、香りがしてた、金木犀という、自分のオリジナル曲なんですけど、まあ、僕が住んでる町で玉島という、倉敷の一番端っこの玉島というところなんですけど、そこの、まあ、すんごい田舎な方なんですけど、そこでね、生まれ育って、で、昔こうばあちゃんとね、こうトコ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 山道を歩いた時に、そんな時のことを思い出しながら、書いた曲になります。金木犀という曲を聴いてください。Thank you.
金木星ということでした。で次で、はい、ですね、13時からの最後の曲は急遽、初対面なんですけど午前中に演奏されたリリーさんとちょっと2人で何かやってみようかなっていう、音合わせも誰もやってないんですけど、即興に近い感じなんですけど、はい、ちょっと一曲やってみたいと思います。あとは14時からまた30分と演奏しますので、よかったら、また聴いてやってください。少年時代。という感じで、また14時から演奏しますので、よかったら聴いてやってください。あとですね、そこに CD を少しだけ並べておりますので、見るだけでも見てやってください。ありがとうございました。マリでした。